太陽系の皆様、本日もお疲れ様です。流星卵であります。今日は令和2年の9月17日、です、今年もいよいよ、桃農家、我が県の桃農家は石灰水に、銅イオンを加えた、ボルドー液の一種ですけど、ボルドー液っていう昔からね、100年前ぐらいからか、開発された殺菌効果のあるね、液剤で、桃の木に消毒をしています。またこの、スピードスプレーヤーという、乗り物で かけています、これはね、この間のね、鶏糞なんですけどね、これはもうちょっとこう平らにね、平らに、敷いてあげた方がね、いいんですよね、結構ね、鶏糞を撒くときも腰が痛くて、大変でしたけど、今日も朝、5時から、消毒作業をやっているところです。これはね、この後、10月までに3回やらなきゃならないので、大変なんですけど、今日1日じゃ、とても間に合わないので、3日間に分けてまたやっていこうと思っています。雨が降らないといいんですけどね、消毒っていうのはね、雨が降ってしまうと薬効が、流れてしまうので、この後ね、降らなければいいんだけどね、そんなことでとりあえず、これが終わったらまた周期剪定に戻ろうと思います。以上です。本日も一日頑張りましょう。